はようございます。 AKB48 ハルピョンこと橋本春菜です。今日はりんちゃんの卒業公演です。ちなみに昨日の反省を生かしてパンは焼いてきました。えらい。そんなに髪の毛ボンバーかな。私の昔の本当に3歳とかの写真見た方がボンバーだよ。これ全然ボンバーじゃないんだけど、これでボンバーって言われたらもうやっていけないわやっていけないよ。もっとボンバーなハルピョンがいるんだからもっとボンバーハルピョンいるから。おはよう。今日は昨日よりちょっと早めに始めました。昨日より早めに終わります。イバジュンさんハートありがとう。ムジカナワルナちゃんハートありがとう。トモさんピカピカありがとう。ありがとうございます。めっちゃ目こする女。あんまこすのよくないよって言われてんのに、みんなに。みんないつもハルピョンが目こすってたらこすってんの止めてくる、うん、いつも止められる。よくないよハルピョン。ごめんってなる。トラックヤマさんピカピカありがとう。タカノンさんハートありがとう。おはよう。みんなおはよう。まだまだ眠いですよ。もう気持ちもうちょっと寝たい。
配信できると思うんだけど、あんま何も考えずにこうりんちゃんとのこの最後のありがとうっていうのを楽しみたいので、やっぱやばい配信しなきゃみたいな気持ちでそうりんちゃんとの最後の時間を、その AKB としてのりんちゃんとの最後の時間を過ごしたくないので、なるべくならね。だからするまで配信やって、満足したら OK っておはよう。初見です、おはよう初見ですって言ってもおはようしか返さない。初見おはよう。初見です、おはよう。嘘初見もいるから嘘初見もいるからさ、おはようしか返さないんだからひどい。ペラオかわいか、ありがとう。ペラペラペラオ、聞く気が欲しいんだ、まだ話できるから、仲良くなりたくて散れたい。エプリルフールなんてもうとっくの昔に終わっちゃってるよ。何ハルピョンに嘘をつこうとしたのか出張公演楽しみ、どこの人ですか、どこに来てほしい、まあ、どこですって言って行ける場所ではないんですけど、そう出張公演まず私たちにさせてもらえるのか分かんないしそうそうそう、だからここなんです来てくださいって言われてもいけるかわかんないんだけどさ、直吉さんハートありがとう。新潟、おー行きたい、せっかく富山出身だし。新潟と博多が行ったことなくて、私まだ出張公演、あとは全部ってか、まあ NMB さんと SKE さんは行かせていただいてて、うん、普通に福岡も行きたいけど、でも福岡に行きたいっていうよりこうやっぱ全出張公演制覇したっていうのかっこよくない？
からなんか自分のただ福岡行きたい欲っていうより普通に AKB が好きすごくねってなりたい。めっちゃ今ヤギみたいに食べてた。何人かいるよね。そうなんだ。その何人かに入りたい。幸い私はあと2カ所回れば。でもさ普通にさそのグループの方々もさ公演やってるわけじゃないですか。って考えたらマジ普通に数は少なくなりそうで、そんなにさ何回も行ってるさ交通費だってないだろうし、普通に数少なくなりそうだから結構私的にはショックです。なんか、心折れそう。なんか劇場大好きなのに劇場出れないもどかしさみたいな。なんか結構前々からいろんなところでこの活動してて一番楽しい仕事は何ですかみたいな聞かれるんですけど、本当に当時は全部ですみたいな答えてたんですよ。でもちろん今も全部楽しいし全部大好きなお仕事だしっていう気持ちは第一にあった上で、やっぱりなんか劇場が一番楽しいなって私の中では思ってて、だからこそこう劇場出れないの無理、辛い、結構どうしよう、3ヶ月も。でも AKB としての大事な改修工事だとは分かっているので、仕方ないっていう気持ちも持ちつつ、耐震強化のために柱増える、めっちゃおもろいやん。その発想はなかったな。でも3ヶ月だからね、そんな大それた工事はしないんじゃない、きっとちょいちょい設備が変わったりとかするぐらいじゃないかなと思いますけどね。
かんないけど、なんかあんなドーンみたいな発表してたけど、そんな3ヶ月でそんな大それた工事できないよ。叶うとしたら何がいいですか？今のこの劇場の様子から本当に一個だけ変わるとしたら、一個しか変わんない。だから椅子を柔らかくしてほしいんだったら椅子だけだし、一個しか変わんない、マジで。立ち見の3列目に段差、うん、柱に LED パネル、でも意外と柱っていう人あんまいないかも。なんかもっと柱みたいな来るのかと思ったら、段差、結構段差っていう声も多いですね。オールスタンディング、絶対人減るよ。うん。絶対人減るって。来る人。まあ段差って言ってる人の声は分かりますね。うん。でもモニターぐらいなら、私が前言ってたさ、木材で柱にモニターぐらいならすぐ、もう3ヶ月もいらないじゃん。2日でできる。それぐらいなら やってくれないかな。無理かな。いいですよね。椅子と座布団と壁紙と天井ぐらいしか買えなさそう。期待してなさすぎでしょ。まあそれぐらいの方がいいのかもね。期待せずにいて、
え、めっちゃ変わってるじゃん、 AKB できるじゃんって思う方がいいのかもしれない。やばい、アラーム、ごめん、10時。3ヶ月じゃそんなね、そりゃそうできなくない？別に。いや、私工事なんてしたことないからわかんないけどさ、いや、さすがに工事間に合いませんでした、12月8日できませんは多分やんないと思うんですよ、さすがに。さすがにそれをやんないと思うのよ。それしたらもう AKB 終わりよ、よくない、本当に。もう延期しすぎ、しかも大事な周年の日できないってみたいな。だから多分猶予持って3ヶ月って設定してると思うのよ。ってなった時に、じゃあ2ヶ月半ぐらいでできることってなったらマジで限られてくると思う。うん、いや、さすがに周年はね、劇場でやりたいですよね。うん、ってなったらマジで全然何あんま変わんなさそう。椅子と壁車の壁、片面さ、ほぼ使ってない片面とかなんかあそこなんとかできないかなって思うよね。あとはあとどうするんだろう。壁と、メンバー的には実現可能な範囲で話すと、もう楽屋広くするとか絶対無理だから2ヶ月半じゃなんだろう、これってできんのかな。私唯一汗かくのって照明が熱いことなんですよ。照明を熱くなくす唯一自分が汗かくのってそれなのよ。どんだけ踊っててもあんま汗かかないんですけど。そう、あ、 LED、 確かに LED 今違うでしょ。さすがに2005年に建てられたものって LED じゃなくない？そんな発達してないでしょ。それは確かにめっちゃやってほしいかも。うん、あとなんだろう、
たまに、なんだろう、あとなんかあるかな。でもそれぐらい。楽屋はもう広くならないと仮定したときに。簡易シャワールームは、いや、あったらあったでめっちゃ嬉しいけど、ない方がいいと思う。あったらあったでめっちゃ嬉しいんですよ。ただ多分それを作ってしまうと、公演終わった後にすいませんシャワー浴びてから帰りたいんでみたいな人がどんどん増えたら、どんどん帰る時間が遅くなる。いやだったら家帰ってシャワー入った方が早くないって思っちゃうかもしれない。それは嫌だから早く帰りたいから。劇場に泊まるメンバーならまだいいですよ。スタッフさんとか泊まりそう、もはや。いや、レッスン場には絶対につけないでほしい。もうそっちの方が止まる。誰、絶対人止まる。無理無理無理、やめてやめて、絶対人止まるからそれ。わかる、もう見えてる。うちも止まるもん、レッスン場にお風呂着いたら絶対止まるもん。住むよもう。寝るとこなんて床あれば寝れるんだから、別にそんな大それたなんか布団とかいらないです。床さえあれば寝れるんで。はい。絶対止まるから、そうなった。今の話はあれの話ですよ。今はレッスン場に、何でしたっけ、お風呂がついたらっていう話。劇場客席じゃない、劇場じゃないよ。絡まってるわ、後ろちゃん。絶対良くない、お風呂は。欲しいけど良くない。めっちゃ欲しいけどね、私も。
いや、シャワー室も一緒、私シャワーでいいんだもん、だってだからダメだよ、ハッピョンシャワーでいいやっていう人間だから、止まるって止まっちゃうって、それはハルピョンが止まるからダメです。私はそれより配信できるところが欲しい。別に配信できるところじゃなくてもいいんだけど、こうなんていうんだろう、そう、照明とか綺麗だったりとかする、楽屋とは別の部屋、もう一個別の部屋が欲しいです。そしたら昼公演と夜公演の合間とかにさ、そのやっぱみなんか劇場のこのなんていうの、この中で配信すると、いつもさ客席で配信してると思うんですけど、客席で配信すると本当にね、みんなに迷惑をかけてるなっていう気持ちはあるんですよ、すごい。そうだから、すごいそういう気持ちはあるの。大人もね、あの男性とか声出せなくなっちゃうからさ、そうマネージャーさんとか照明さんとか音響さんとかに申し訳ないなっていう気持ちをすごい持ちながらやってて、でもやっぱ配信したいからっていう気持ちもあってみたいな、すごいもどかしさと戦いつつ15分めっちゃコソコソな声でやるしかないみたいな感じなので、そうだな、うん、楽しみっていう、3ヶ月でそんな変わんないだろうけど楽しみぐらいの気持ちでいたらいいんじゃないですかね。すごい髪の毛落ちてる。あ、そう、私さあれしなきゃ、昨日のやつの続きをやらなければいけない、撃沈でも、もうあと確認するだけ、合ってるかどうか、だからすぐです、すぐじゃないけどすぐです。
すいません15分おきになるんで消します、全部すいません、消しました。すいません、いいですよね。危ない、これ間違えてるわ。危ない、間違えてた、確認してよかった。よし、4分の1が終わりました。早いでしょ、昨日より。これがなくなったんだ。よし、半分終わった。早い早い、ハルピョン。危な、今めっちゃ自分のユニット言いそうになった急に。危ないって、やめてよ。間違えてる危な、これも違う、これもいらない、これもいらない、やばい、めっちゃ確認してよかった。ディリリティ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 ディリティリティ、ごめんねーな。もうやばい、これあと40分後には出さなきゃいけない。
あーばー、足元危険。僕の太陽、ララ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 ラ。あれ、多分明日、今日か明日ぐらいになんか嬉しいお知らせできるかも。とあるやったねハルピョンみたいなお知らせができると思いますが、確か違ったっけ。違ったらごめん。でも言わないです。はい、普通にもう待っててください。暗号で言ってるのはこうなんて言うんだろう、うちうちのことって感じかな。公園とかぐらい。あんま、よし、オッケー、完璧。提出、あ、これ LINE ログインしなきゃ。うち電話番号何番？ダメだ、来ない。パソコンの LINE のログイン。これをスタッフさんに送らねばいけない。マネージャーさんの LINE どこ、どこ行ったの。マネージャーさん、あ、いた。これを、え、保存したじゃん。保存したのにまだ保存させるの。保存したのにまだ保存させんの。セーフ、足元バッチシ。明日の勤労はスズメの、うわ、待って、
待って、いける？見れる？ちょっと待って、時間早まったんだよね明日確か。あ、ワンちゃんいける、見たい見たい。明日と明後日の逃走中ね、明日の勤労と明後日の逃走中見よう。今んとこ見れそう、私が頑張れば。すずめの戸締まり確か私見てないんですよね。すずめの戸締まり、ダンボールの椅子みたいなやつですよね確か、違ったっけ、ダンボールじゃないのかな、あの黄色い椅子みたいなやつ、見たい見たい。何時から、何時からじゃない、本当に金曜ロードショー、本当に明日、懐かしいこの音、パソコンで鳴る音。お、ほんとだ、明日だ。ポキポキ。来週コナン、再来週もコナン。お、金曜日だけ空いてんの、なんでうち。16、17、18とかお仕事レッスン、11レッスン、13オンラインお話し会。なんで金曜日だけ空いてんのえ、金曜ロードショー見てくださいってことですかめっちゃおもろいやん、優しさ。まあ、こっから先ね入っていくかもしれないですけど、頑張ってお仕事ちゃんと時間通りに終わらせます。明日ちょっと頑張んなきゃいけない感じなんで、絶対に金曜ロードショー見れますとは言えないんですけど、頑張って終わらせますね。あれも見なきゃ。え？は？え？ちょっと待ってください。
変顔、ショッキングじゃない、ショッキングじゃないんだけど、ちょっとまだ先の日程わかんないなっていう感じ。マネージャーさんに連絡してみよう。マネージャーさんに連絡してみよう。でも今日マネージャーさん休みなので、明日か明後日だな。昨日見とけばよかった。昨日来てたんだ。休んでばっかり。いやいやいや、ちゃんとマネージャーさん働いてますよ。私が休みの時にしか言わないから休んでばっかりだと思ってるだけだよ。みんなちゃんと働いてますよ。やばすぎでしょ。休んでばっかり。違うって、うちが、あ、今日休みだからな。え、今日休みでしたよね確か。休みのとこに名前ある。私が休みの時にしか言わないからみんなそう思ってるだけであって、全然普通に、え、今日めっちゃメイク時間あるんだけど、やばい、もうパックとかできちゃうぐらい。待って、パック持ってこうか。え、でも楽屋でパックしてたらびっくりするか。楽屋でパックしてたらびっくりするか。明日現場にいらっしゃるかな、マネージャーさん。ちょっと分かんないよ。いらっしゃったらラッキーぐらいの気持ちで、その時に聞いてみます。私の予定、私の予定マネージャーさんが知ってんのよ。一番知ってるんだけど。楽屋でパックしてたらびっくりしちゃうって。黒パックにすればいい。黒パックの方がびっくりするか。いや、私がね、楽屋のこの端っことかならいいんですけど、5分で終わるパックとかあったはず。5分ぐらいのパックにしようかな。ちょっとでもよくいますよ、よくいます、パックしてるメンバー全然よくいます。でもよくはいないか。3ヶ月に1回ぐらい。誰がしてんだっけな。でも今日出るメンバーしてた人いるっけな。でもゆいりさんにパックの姿見られんのやだ。ロビーでパックしてようかな。ロビーでパックしてようかな。ゆりさんに対しては恋する乙女だからさ。ゆりさんにパックの姿見られるのちょっとはずい。
え、パン対おにぎりキャンペーンやるんだって。次、待って、うちこんなにパン食べてたけどおにぎりの方が好きなんだが。クエ KB 関係あんのかな、パン対おにぎり関係なさそう、なさそうかも、関係ないか。おにぎりの方が好きっていうか、ご飯の方が好き。パンは好きなパンとなんか絶妙に絶妙なパンがある、うん、何携帯の音怖い。仕事ってなっちゃう、やばい仕事って、私は生まれ変わったら携帯を使わずともできる仕事に就きたいです。生まれ変わったらね、もう今からはもう無理、てか携帯がない世界に生きていきたいかも。でもさ、地図読めない。絶対うちスマホ依存症。でも地図読めないんだ。と戦とかしたくない。うん。携帯ない世界ってそういう時代じゃん。むずいな。どうしよう。携帯を使わない仕事に、まあ別にアイドルが嫌なわけじゃないですよ、全くもって。というか LINE とかも音変えれればいいのにって思う、その人によって。そう、そしたらマネージャーさんとかお仕事の関係の LINE の音だけ、そう別の音にしたくて、そしたらさ何ってならなくて済むじゃん。あ、今の音はマネージャーさんじゃないからいいや、いいやってよくないけど、そういいやって。本当に大事な時は電話してくるでしょみたいな。そう、普通にあのマネージャーさん、お仕事以外の人、本当に大事だったらなんかやばいみたいな、本当に大事だったら多分電話してくると思うから。それ LINE できないよね、それがね辛い。大事な人だけ通知音。なんかね、私もそれしようと思ったんですよ。そうでもやめたのには理由があって、めんどくさい。うん、ガラケーの時はできた、てかメールはできた、てかメールはできる今の携帯でも。そうだから私マネージャーさんからのメールは全然音変えてます。え、違うの、なんか連絡も取ってない LINE の友達が多すぎて。そう、高校時代連絡取ってたとか、高校生の時にとか、なんか昔のメンバーとか
まあそこら辺からね連絡来ることなんてほぼもうほぼないから通知オフみたいなもんなんですけど、でも今私が今連絡取り合ってんのって正直本当にこれから先もきっと連絡を取っていくだろうなみたいな人だから、みんな大事な人なんですよそうだから結局変わんない、だからこそこうみんなの大事だから、でもマネージャーさんたちそのお仕事のだけは音変えたいみたいな、てか社用携帯が欲しい本当に、それだなうち。まあ今からはもう無理だけど社用の携帯が欲しい、仕事用そしたら携帯の容量とかもさ困らなくて済む、プライベートの仕事はプライベートの携帯は、使用料払ってくださいにしちゃうとねちょっとむずいよね、そっちのね社用の携帯でねこう通信制限をガバガバ使う人とか出てきそうですから、うん、そうなってくるとむずいんですけど、じゃあ Wi-Fi の下でしか使えない携帯にすればいいじゃんって私思ったの今。でもそうするとマネージャーさんたちからの連絡も Wi-Fi の下でしか来ないやんと思ってちょっと今言うのやめたんですけど、ダメやん本末転倒やんってなっちゃう。むずいよね。昨日アオキーさんが来てくださってたんですけど、アオキーさんにも驚かれました。もう23になったの？そうです。23です。話してて、あと10年は入れる。33です。あと10年いたら33なんです私。ちょっとゆきりんさん超えちゃう。
今日の髪型どうしようかな、みんな見て決めよう。いやなんか超えれないですよ超えれないです、偉大すぎて。コミさんメイク配信してる。いや肌綺麗すぎて塗ることない、もう塗るもんないでしょ、何もそんな塗らなくていいでしょってぐらい綺麗なんだけど歴史は塗り替え、いや塗り替えなくてもいい歴史もあるんですよ。お腹鳴ってる。なんで食べたのにご飯。ん？私。あ、大丈夫だ。びっくりした。15分ぐらいに配信終わります。直吉さんハートありがとう。秋秀さんほいみありがとう。あと20分ぐらい。もうメイク道具置いてきたの昨日劇場に、置いてきました。今日も使うから。こんにちは。すっぴんで行くよ。いつもすっぴんで行ってる。劇場は基本すっぴんで行ってます。メイク時間はちゃんと取ってあるので、今日踊れるかなちゃんと。でも筋肉痛とかはないです。そう、もう脳みそ脳みそのキャパがオーバーしてるぐらい。
人数今日倍だよね、昨日の。大体約倍。楽屋大変そう。だから今日メイク時間長いのかな。いつもより1時間ぐらい長い。だからか。ゆっくりしていいよって意味じゃないんだ。みんな髪の毛時間かかるよねっていうあれか。そういうことか。メイクさんへの優しさか。ちょっと休憩。私あ、やばい。なんかだとちょっと伸びさせて。昨日さ、なんか足むくみすぎて寝れないかもしれないと思って着圧ソックスを履こうと思ったんですけど、でなんかもう太ももまである着圧ソックスを履く元気もなかったのね。もう早く寝たくて。そうだからとりあえずこうふくらはぎの部分だけの着圧ソックスを履こうと思ったら片っぽしかなくて片っぽどっか行っちゃった。いや多分この空間の中どっかにあるんですけど。そうどこ行ったの私の着圧ソックス片っぽと思って。いや多分布団の中に紛れてんだろうな。いつも途中で脱ぐからそういつも途中で、あ血の巡り悪いかもと思って脱ぐんで。そう全然きっと布団の中のどこかにいるんですけど。そうだから大丈夫、絶対にある。でも昨日の夜もう本当に寝よう、もう寝てるぐらいの時間かな。寝ててちょっとなんか足むくんでんなと思って起きたし、起きてもう着圧置くぞと思ってこうどこと思ってこうこうやってやってたら片っぽしかないじゃんってなって一人で撃沈してたね。片っぽしかないさ、やこうどこみたいな寝ぼけながら。結局そのもう一個新しい着圧ソックスがあって、そうそれがあったので全然もう一個新しいやつがあるからよかったんですけど。そういつも履いてたやつの片方なくて、どこなのってなってんじゃん。以下の藤丸さんピカピカありがとう。いや明日探します。今日はもう疲れてると思うんで帰ってきて。
明日探す。見つかることを祈ってますよ。ちょっと体が硬直状態。もう血がちに固まってる筋肉とかが肘メンバーの肘見ることってなかなかないよね。肘です、肘です。着圧いっぱい持ってるから大丈夫。ありがとう。気持ちだけ受け取っとく。しほさん、ハートありがとう。よし、あと一曲でりんちゃんのやつの動画の保存が終わる。全然あの LINE で送られてきてるんで見れるんですけど、保存しなくても。保存して見やすくしました。昨日まではとりあえずあれ10周年って思ってたから、よし伸びきった、私大丈夫、ありがとう、戻るよ元に。ちょっと待って、伸びきりました。ハルピョンが麺類じゃなくてよかったってどういうこと？あ、伸びきったって言ったからか。麺類じゃないです、よかった。11時だ。あと15分何喋ろう。
もう喋ることないんだよね。終わっちゃおうかな配信もう喋ることない。昨日めっちゃ夜ラーメン食べたかったんですけど我慢しました。めっちゃ食べたかったけど我慢した。お腹空いて食べたいっていうわけじゃなくて、昨日はなんか口が欲してた。そうけど今ダメと思って。ちなみに本日の橋本さんの運勢、ゲッターズ飯田さん情報によりますと、あなたに必要な情報が入ってきたり、面白いと思う面白い出会いがある日、フットワークを軽くし、誘われた場ではいろいろ話してみると思った以上に気に入られそうです。フットワークを軽くし、面白い出会い、なんだろう、別れなんだけど今日今日あんの別れなんだけど寂しいんだけどりんちゃん今日私あなたとえ出会いなのりんちゃん。でもりんちゃんのお話のネタは一個あって、そう今日劇場でそれ喋られたらいいなとは思ってるんですけど、喋れなかったらもうお蔵入り、もうあの世まで墓場まで持ってきます。ももちゃんだっけ、ひーちゃんだっけ、ももちゃんかひーちゃんか、あれどっちだっけ、ももちゃんの時か、そう一回喋れなかった時あったから、喋れないこともあるんですよ。探し物が見つか、あ、目の前にありました。あ、全然あのハルピョンみたいな話ハルピョンみたいな感じの話です。
とりあえず今日行くよって言ってるりんちゃんの知り合いのファンの人に伝えといてください。ハルピョンが喋ったら面白くなくても全力で笑ってあげてください。お願いします。うちのこのメンタルが潰れますって言っといて。もしもね、自分の友達に今日りんちゃんの公演入るよって言ってる人がいたら言っといてください。ハルピョンが喋ったら面白くなくても笑ってあげてください。お願いします。よろしく。いやまあ今日それこそ本当に出演メンバーが多いのでね、私が喋れるチャンスもあるかもわからないというところな感じでございますので、喋れなかったら墓場です。すいません。なんかさ、ファンの方にいただいたステッカーとか私パソコンの裏に入れてるんですね。裏っていうか表っていうか、そんなにさ、この間もらったお坊さんのさステッカー入れて、ステッカーってかこの紙みたいなの入れてんだけどさ、もうなんかおもろい目の前にこいつがいておもろいすごいでしょ。もう私もうめちゃめちゃいっぱいなんですけどこいつだけおもろすぎる。なんか表情ポムジーとかもいる、いっぱいいる、います。これ長野のイベント出た時にもらったステッカーとか、まあ、あのほとんど配給、最近配給ばっかもらってるからほとんど配給、これカラコンウィンクのやつとか、あ、みんな大好きボクトさん、ここにいます。ここ柳町くんがいます。そう、ここよく見たら AKB とキティちゃんの衣装がコラボしたやつとかもあるんですけど、もう奥に行きすぎてもう分かんないよね、あんま。でもあ、ここ見たら分かるか。でもこの住職おもろすぎる。なんでこれくれたんだろう、うちにそれも分かんないからよりおもろいんだよね。なんかハルピョが好きそうなステッカーいっぱいくれるんで、ハイキューとかキティちゃんとか AKB とキティちゃんのコラボとか、ポムジーミッフィーとかも入ってます。そうそうそう、だからそういうのばっか入れてるんだけど、そう、好きなやつばっかくれるから好きなやつばっか入れてるんだけど、なんかこのお坊さんは普通に好きとかじゃなくておもろくて入れたんだけど、ちょっとおもろい、笑ってしまうおもろさ、ありがとう。そうなんだ。でも全然喋ったことないから全然喋ったことないや、私全く挨拶全く、そうね、喋ったことないかも。でもすごいなんか謎な子だなとは思ってます。なんかいつも18期とかの中でいると
ひなちゃんやればできる子だからとかめっちゃ言ってる。ひなちゃんが一番可愛いからって言ってて、あ、すごい謎な子なんだなって思ってます。そう、私の中では、うん、全く本当に全然喋ったことないかも。18期全然わかんないんだよね、本当に接点がなくて。そう、さこゆめみしかわかんない。あとゆいちもね結構ね喋ってくれるから、ゆいちって1喋ったら100で返してくれるんですよ。本当にコミュ力高いなって思うんですけど、そうそうそう、そこを2人ぐらいしかわかんないよ18期本当に。うん、名前は全員知ってますよちゃんと。でもそうね、あとヤギちゃん、ヤギちゃんは好き。さこゆめみは絶対挨拶してくれるんですけど、挨拶の角度が決まってて、おはようございますおはようございますなんです。かわいい、さこゆめみマジでかわいい。めっちゃね80度ぐらい傾く。そう、75度か、75度ぐらい傾いてます。80はちょっと行き過ぎた。うん、里芋み大好き。不思議ですね。不思議だし独特だし、でも大好き私は。サコ好きです。さあ、ということで14分、まあもう15分なのでランキングを読みます。ちゃんと時間までやった偉い。アラーム鳴る15分おきのアラーム鳴る、やだ。いきます。1位鉄道のエイト@ピョンズさん、2位くじの大吾さん、3位直吉さん、4位竹兄さん、5位イバジュンさん、6位マックミックさん、7位アシュラアット今日の公演も頑張ってねーさん、8位ひだあやもちさん、9位ミラクールさん、10位ベベモンさん、11位タラクエラアットゴリさん、12位伊賀の藤丸さん、13位小仁田水さん、ありがとうございました。そうね、今日の公演も頑張ります。ありがとう、たくさんりんちゃんにありがとうの気持ちを持ってお届けしていきたいと思います。お届けなんの、でも本当にありがとうって気持ちで今日はりんちゃんと AKB、 りんちゃんの AKB 最後の日を過ごせたらなと思っているので、それをぜひ皆さんはオンデマさんで見ててください。あのピョンズが好きだったなみたいな、ん、何の話、めっちゃなんかもうわかんない、
頭回ってないです、すいません、適当に喋りました。もう頭回ってない、頑張ります。あ、エピソードね、はい、話せるように頑張ります。お蔵入りにならないように。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のロビットジャンプで6719盛り上がりの皆さんにきっと期待をお届けしちゃう、タイムキン出身春ぴょんこと橋本アルナでした。ありがとうございました。ぜひ多分夜も配信すると思うんで、あのメイク姿の橋本で、はい、夜も、いや、できるとは思いたいけど、まあできなくても、まあ今この時間やったから OK っていうくらいの気持ちでよろしくお願いします。そして、まあ、明日はスズメの戸締まり今のところ見れる予定でございますので、明日は明日でまたよろしくお願いします。それではありがとうございました。またね、バイバイ。頑張るよ、頑張ってきます。行ってきます、行ってらっしゃい。